はいどうも、ルルカです。ソードアートオンラインフォローリアリゼーションやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりに収録でやっていきます。よいしょ。トレミアを誘ってピクニックの場所を探そうというところですね。トレミアが確かここの湖畔エリアに、あ、移動してる。天井門広場。さあどこにおるかな。レミア、いた。プレミア、これからピクニックの場所を探しに行かないか。はい、私はいつでも大丈夫です。よし、それじゃあ最高の場所を探し出そう。わかりました、頑張ります。無意味に似せる努力をしているっていう。この辺りがいいかなと思って来てみたんだけど。ピクニックにおいて場所探しは責任重大、つまりとても大事ということですよね。最高の場所とうまい飯が一つになってピクニックは完成するからな。最高の場所ですか。例えばさ、そこに寝っ転がってみなよ。よいしょ。こうですか。そうそう、そして周りの景色を見渡す。周りの景色、広い草原の植物たちが風によって揺れています。景色は綺麗だし、世界の広がりを感じるだろ。なるほど、綺麗で世界は広いです。よし、じゃあここはピクニック候補その1だ。この調子で他の場所も探しに行こう。はい、最高を探し当てましょう。どうしたプレミア。こうしていると楽しいと思いました。みんなでピクニックしたらもっと楽しいぜ。そうですね、期待に胸が膨らみます。つまり今私は巨乳になっている。その表現、クラインが言っていたんだろう。その通りです。まったく、そんなの信じちゃダメだからな。すると今私は巨乳ではない。私もなれるでしょうか、巨乳。いやどうかな。前にシリカがリーファの胸について真剣に話していたことがありました。あれはずるい、神様は女の子に平等であるべきだと。なので胸の大きさは大事なことなのではと考えたのですが。大事かもしれないけど、ひとまずその方面の知識はこれ以上得なくてもいいからな。そうなのですか。わかり、やれやれ。あ、プレミアにクエストマークが、クエストが進行したっていうのか。でも6つ目の成績は女神が2人揃わないと手に入らないはず。プレミアは俺とずっと一緒にいたのに、なぜなんだ。どうしましたか。プレミア、ピクニックの場所探しは一旦お預けだ。前に行った野営地に向かうぞ。はい、わかりました。ん、なんだこの違和感は。前に来た時と何かが違う。人が全然いません。確かに、でもなんで。声がしたぞ、
向こうだ、行ってみよう。力のないもの、弱いものは淘汰される。さよなら、モーブ。何か用ですか？なんでこんなことをしたんだ？あなたに答える必要性は感じられませんが、特に禁止されていることではないので答えます。今の人は私たちの求める石を持っていると言いました。しかしその石を渡そうとはしませんでした。戦う力もないモブなのに。なのでこうして手に入れただけです。必要なものを手に入れるために。やあヒーロー、なかなかしつけがなってんだろう。ジェネシス、結構苦労したんだぜ、ここまでにするのは。お前がやらせたのか？面倒なクエストはこうして NPC をぶっ殺すとショートカットになるんだよ。けどよ、このゲームでは NPC を攻撃するとブルーカーソルになっちまう。それでその子に NPC を襲わせた。とんでもない話だな。冴えてんだろ。これからはこの攻略法が流行るぜ。こいつ普通の NPC と違って挙動がおかしいくせに学習スピードだけは異様に速くてよ、他のゲームの NPC とは大違いだ。いい道具になるぜ。マスター、石を手に入れました。時間がかかりすぎなんだよ、もっと早く済ませろよ。分かったな。なぜそうまでしてクエストを進めようとするんだ？おいおい、記憶力大丈夫か？前にも言っただろ、世界が崩壊するなんて楽しそうだったよ。目の前に楽しそうなクエストがあんのに、それをクリアしない VRMMO プレイヤーなんているか？いないだろう。ん？何が起きた？クエストが進行したんだ。それによってインスタンスマップだった野営地から追い出された。なるほど、確かにクエストログが更新されたみたいだな。次にやることが表示されてるぞ。二人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせる。だってよ、今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにねえか。つうことで、そのモブをよこせ。断る。しょうがねえな。おい。はい。そこの男をぶっ殺して、お前の双子を奪ってこい。わかりました。奪います。さあどうする？モブのヒーロー様、お前にこいつを切ることができるかい？ただの NPC だぜ。やっちまえばいいんだよ。さあ始めろ。あなたが私たちを拒絶するというのなら、ここで消えなさい。この攻撃もジェネシスが教えたもので、それをこの子は正しいことだと信じて俺に向けている。やっ、このまま裁き続けるのはさすがに無理だぞ。なぜあなたは攻撃してこないのですか？なぜって、君と戦う理由がないからだ。戦う理由？私とあなた。俺はこの世界を、この世界にいる人たちを失いたくない。その中には君だって含まれているんだ。私を失いたくない。お、君はこのままでいいのか？
相手は一人じゃないって忘れてんのか。何フリーズしてんだよ。さっさととどめを刺せ。私にはなすべきことがある。はあ、アスラ、これは二人の約束。キリト君は私が守る。間に合ってよかった。アスナ、来てくれたのか。おい女、邪魔すんなよ。おとなしく引きなさい。すぐに私たちの仲間も駆けつけるわ。はあ、脅しのつもりか。お前ら雑魚が何人集まろうが問題じゃねえんだよ。仕方ねえな、俺が片付けてやる。前と同じだ。戦いの前にメニューを開いて、そして、何？入ってきたぜ。最高の感覚がよ。アスナ、気をつけろ。ヤツのアジリティは異常だ。行くぞ俺。早い。よく防いだな。やるやる。そんじゃいつまで耐えられるか。耐久チャレンジと行こうぜ。アスナ、させるか。おっと、寝てりゃいいのに頭悪いな。仲間を傷つけられたくないってか。ヘドガテ、いいぞ。2対1でも何でも来いよ。攻撃の一つ一つが早すぎて踏み込むタイミングがつかめない。あれ、腰が引けてんじゃねえのか。なんて攻撃だ。こっちの動きが読まれているのか。見えるんだよ、お前らがどう動くかがな。分かったろ、実力の差が。さっさと諦めて。どうしたんだ。何なの。おい、一旦引くぞ。わかりました。祈りの神殿、続きはそこでだ。どうしたんだろう、急に。わからない。それよりも来てくれて助かったよ。言ったじゃない、君のことは私が守るって。ありがとう、アスナ。プレミアちゃんは大丈夫？はい、私は何も問題ありません。よかった、二人とも無事で。町に戻ろう。みんなにも話をしないと。まあもう話はかけようって感じはするけどな。プレミアちゃんにそっくりの女神の子に NPC を襲わせるなんて、そんな。ほんとろくでもない攻略の仕方をするわね。でもそれができちゃう時点で遊び方の一つってことになっちゃうんだよね。全然納得はできないけど。ああ、ジェネシスの優雅ままなのか。もう一人の女神ってのは。彼女に影響を与えてしまったのは俺たちプレイヤーだ。彼女に罪はない。
性格が設定されていないクエスト NPC だったんだもんね。もっとまともなやつに出会ってればな。でもあいつブルーカーソルは避けたくせにオレンジカーソルになることには躊躇ないのね。ブルーカーソルによるペナルティはゲームを続けることが不可能になるレベルのものだ。それを避けたということは逆にプレミアのクエストを終わらせようとする意志の表れかもしれない。この後もあいつはクエストを進めるつもりってことだね。クエストログを見る限り次のイベントは2人の女神が揃わないと進めることはできないはず。またどこかでプレミアちゃんを狙ってくるでしょうね。それにもう一人の女神も放っておけないよね。プレミアちゃんと双子の子だな。だからこの先にジェネシスが待ち構えていようとも次の場所に行こうと思う。ジェネシスとあの子を止めるために。ああこれ以上好きにはさせぬ。それにしてもジェネシスの様子が少しおかしかったよね。規制を上げて襲いかかってきたと思ったら急に苦しそうにして。見る分にはトランスプレイヤーに共通することがいくつも見受けられるんだよな。ちょっくら調べたんだけどよ、デジタルドラッグって使用者にかなりの負担があるらしいな。常習性もさることながら過剰に使いすぎるとかなり危険だって話だぜ。じゃあジェネシスが苦しそうにしていたのはデジタルドラッグを使いすぎたから。デジタルドラッグによるノルアドレナリンの過剰分泌は身体に様々な異常を起こす可能性があります。フルダイブ中だとアミスフィアによって嗅覚は機能しませんが心理的な症状は表に出ます。突然苦しみ出すことも不思議ではありません。でもそういったプレイヤーはアミスフィアの安全機能で強制ログアウトさせられるはず。はい、ですがジェネシスはログアウトすることなく立ち去ったんですよね。それならよ、強制ログアウト機能のないナーブギアを使ってる可能性ってのはどうだ。おお、その可能性はかなり低いと思う。 SAO の時から政府による回収は続いてて世間にはほぼナーブギアは存在しないと言われている。アミスフィアを改造してステータスを改ざんするっていうのは。アミスフィアはナーブギアをベースによりプレイヤーへの安全性を考慮したものだ。ナーブギアベースの完成された VR システムの周りは継承されている。カーディナルシステムとともにカヤバが作り出した完璧なシステムの一つだ。だから改造して使用することなんて不可能。どうしたの。いやちょっと待てよ、アミスフィアは確かにナーブギアの後継機だけど全ての機能が受け継がれたものじゃない。むしろカヤバが絶対につけなかったものがついている。パパ、それはまさか。ああ、あれだ。どれだ。なるほどです、確かにそこなら改造できる余地がありますね。ちょっとちょっと、何二人だけで盛り上がってんのよ。何ですか、改造できる余地って。さっき話に出てきたアミスフィアの安全機能の部分さ。あれはカヤバが考案したものではなく SAO の事件を受けて後付けされたものだ。ジェネシスはアミスフィアのその部分に何かしらの改造を加えているってこと。ああ、それでデジタルドラッグを使用しても安全機能に引っかからないようにした可能性が高い。そうして覚醒した状態を維持し続ければ異常なほど高まった感覚を持ったままゲームをプレイできる。まるでバーサーカーのように。すごいゲームだな VRMMO って。その人間の感覚が鋭くなればなるほどゲームに影響を及ぼすなんてね。でもそんな力でこのゲームをむちゃくちゃにしようとしているならますます許せないよ。このことを運営に知らせれば
ジェネシスを何とかできないかな。今の話はまだ可能性に過ぎないわけでしょ。だったら証拠をつかまなくちゃ。ああ、何としても事実をつかんであいつを止めてみせる。それからプレミアを守ってほしいのはもちろんだけど、みんなも十分に注意してほしい。ここにいるみんな簡単にやられたりしないわよ。プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。もし本当に不正を行っているならジェニシスを絶対に放っておけない。この世界を人の勝手な都合で好きにしていいなんて俺は納得できないから。祈りの神殿、おそらくそこがプレミアのクエストの最後となる場所だ。ジェネシスのとの決着をつけるためにも祈り神殿へたどり着こう。うん、祈りの神殿を探せと言われたな。とりあえずボスはジェネシスっぽいよね。ストーリーがかなり重かったから、ここがかなり後半だっていうことはね、わかるよね。この悪魔種のオバネってどこで手に入るんだろうな。他にもなんかこれが手に入らなかったような気がするんだよな。攻略本には載ってないな。装備データ、装備品データインデックス。ドイツが落とすとかは分かんないとちょっと集めようがないな。攻略サイトとか見るしかないのかな。見てみよう。レジェンダリー武器。こうやり込み要素多いな。まだダウンロードコンテンツね、全然配信されてないしね。総空の闘士っていうのも無料ダウンロードコンテンツで追加されてるけど、それも本編クリアしたらできるようになるみたいだし。で、深淵の巫女っていう有料追加コンテンツをシーズンパス買ってあるんですよね。これも配信したらやっていきたいんでね。
まあ、とりあえずクリアしてからですかね。まだまだやることあるんでね。だからやっぱりその今俺が探してるそのこの悪魔種のオバネとかね、こういうのを手に入れられないと結構きついよね。悪魔種、飛行系、悪魔種と亜人が多く湧いている。アデールザネード完成塔。ああ、そこか。なるほど。あそこの飛んでる系のモンスターが、飛んでる系のやつが落とすんだ。なるほどね。とかっていうのをこうやって調べていかないと、強くなれねえんじゃね？お、すげえ、なにこれ、足なのに一踏みだと器用さが上がるんだけど、これがあれか、クリアしたイベントのクリアした報酬か。すごいぞ。エポックランナーも強かったけど、ベアーズシャンク、これ最高じゃないですか。一踏みと2万超えんだけどええー、成功したと思ったの。成功するとさらに人分に上がるんだ。ええー、リーズさーん、マジっすか。ありがとね。素材は今度集めとかないとな。 OK。 まあちょっともう次に進める準備をして、まあちょっと中途半端になっちゃうんでね、このままやると終了しようかなと思います。まあ話がねかなり進むことができたんで、まあみんなも、まあ、見て続きが気になるところなんじゃないでしょうかね。はい、まあ、続きはね、この次の動画にしたいと思いますんで、ぜひね、この続きもお楽しみにしてください。ではご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。